はい、今回は訃報ですね。あのギタリストのジェフ・ペッグさんがお亡くなりになったそうです。78歳っていうと、まあまあしょうがないのかなっていうところもありますけども、まあ割と身近にこの年齢がかなりいるんで、まあ覚悟もしなくちゃいけないなってことですよね。まあ高校の時にジェフ・ペッグっていう名前はよく聞いて、ヤングギターとかにも出ていたんですけども、まあ私の場合はもうすでに世代が変わってね、ギタリストといえばイングベイ・マルムスティーンに変わっていたかなっていうところと、まあ言ってディープパープルぐらいですかね、ちょっと名前忘れましたけども、あとはねエクストリームぐらいですか、これも名前忘れましたけどね。 あと若くして亡くなったのランディ・ローズだったかな。もう非常にオジオズボーのね、残念なことがあります。飛行機事故だったと思いますけども、まああんなね、あの名プレイヤーでも亡くなってしまうんだなと思いました。で今回はジェフ・ペッグさんですから、まあ、まさにねこのイギリスのブリッジ・チューロックの牽引役だったかなというところと、あとエリック・クラプトン、ジミー・ペイジと並んで三大ギタリストというふうに、まあ、その道では言われていたのかなと。まあ本当ね、いろいろと影響を受けたミュージシャンも多かったんじゃないかなと思います。私は影響を受けてないんですよ実は。ジェフ・ペックさんって名前は知ってるけども曲は聞いたことなかったんですけども、まあこうやって大御所がなくなっていくんだなと思ったら、まあね、あのスウェーデン あのヨーロッパっていうバンドもありましたけども、あの辺ももうお年なのかなっていうところと、そうそう最近ねハロウィンっていうね、これもブリティッシュバンドだったと思いますけど、ハロウィンもまだライブやってるんですね。ドクターステイン YouTube に見たんですけども、まあなんかすごく年寄りになっちゃって、まあでもね70になっても80になってもロックンロールだなと思いましたね。当時は ZZ トップっていうねおじいちゃんバンドがあったんで、それぐらいしかちょっとイメージがなかったんですけども、まあ時間が過ぎてこうやって一人また一人とお亡くなりになっていくのを知るとちょっと寂しいですね。はい、まあ、今日はね喪に服する方も多いんではなかろうかと思います。ジェフ・ペッグさんありがとう。